JR 浜松駅にいます。今日明日とですね、友人と飲み会がありまして、終電で帰ってタクシーでね家まで帰ってもいいんですけれども、カプセルホテルの方に、2連泊ということで、泊まっていきます。なので今日はその動画です。鍛冶町方面に向かいます。鍛冶町方面は北口を出てですね、こっちの、赤電の新浜松駅方面ですね。まあ、正直タクシーで帰った方が安いんですが、やっぱ遊びたいからね、終電をね逃してしまう危険性というのもありますし、まあサラマネ近くで寝た方が楽だからね、浜松で飲むときはだいたいそのカプセルホテルにですね泊まってしまいます。まあ費用はタクシーで帰るのプラス1000円ぐらいって感じですね。まあちょっとかかってしまうんですが、まあ快適なんでね、私結構好きなんですよ、そこのカプセルホテル。他のまあね、いろんなカプセルホテル泊まったことありますけど、この浜松のカプセルホテルが一番お気に入りです。県西部の連中が浜松で飲むかと言ったら、まあ、大体この鍛冶町で飲むのが相場で決まっております。まあ、ここ鍛冶町って言うんですけどね、まあ、大体ねこう奥に入っていったとこが、まあ、有楽街商店街といってね、まあ、飲み屋がたくさんあるわけです。まあ、こちらの南側にもですね飲み屋はたくさんあります。まあ、大体ここら辺でいつも飲むわけです。はい、何も飲むの。そんな中、去年だか一昨年に、新しくできましたこちらグローバルキャビンというねカプセルホテル、まあ、とても快適ですので、早速入っていきます。まあ、実際私ね普段はお酒飲まないので、まあ、あんまり浜松にね飲みに来ないんですが、まあ、来た時はまあ大体8割方こちらのね、グローバルキャビンの方に泊まらせていただいています。入り口はというと、こちらのねザザシティ新館のここの入り口でしかね、基本的には出入りができません。夜間は閉まってしまいますので、他の出入り口は、まあ、基本的にこちらから出入りするのが便利だと思います。まあ、案内通りね3階のフロントに行きますね。空室残りわずか、まあ、商売繁盛してる証拠ですね。17時からチェックイン、ちょっと遅めです。
10時チェックアウトなので、今まあ10時前ですけど、一旦ね、全員退室ということで出てきました。まあもしかしたらフロントの方はね、そのまま利用できるのかもしれませんが、まあ掃除の時邪魔になると思うので、退室します。はい、まあ、これからですね、コワーキングスペースだったっていうところに行ってまいります。連泊の際は、チェックインは15時からとなるそうです。昨晩はあれだけごった返していた街も、午前中になれば誰もいません。昨晩は1軒目ワタミに行ったんですが、あのレッドブル飲み放題みたいなやつがあったんですよ。あのレッドブルウォッカとかレッドブルカシス、レッドブルピーチっていうね、まあそういうこのレッドブルで割るっていう飲み物があって、まあそれ飲み放題でね、1000円で飲むことができましたが、まあ、それね飲みすぎてしまって、3時間ぐらいしかね寝れなかったっすね。全然眠くならなかったし、結局ね3時から6時ぐらいしか寝れなかったね。ちょうどここのワタミです。レッドブル飲み放生ビール付き、普通のあれですよ、2号缶のレッドブルがそのまんま出てくるんですよ。まあ、それをねこう自分で割って飲むんですが、まあ、ほとんどねレッドブルの味ですね。多分ああいう場合はあれですよ、通常ねお酒は薄めて、まあ、水を多くして提供すれば、まあ、利益はねそれなりに獲得することができると思いますが、まあ、レッドブルウォッカとかの場合は多分お酒たくさん足した方が利益になるんじゃないのかなって思いますね。でもまあそのままねこのカンカンで提供しているので、まあ一概にそうとは言えないですが、有楽街商店街もそのまま北上していて、りそな銀行が見えます。そこに、あれはなんだ、アプレッシオですか、アプレッシオですね。まあ、そちらの、このビルですね、この3階に、なんていう名前か忘れたんですが、まあ、コワーキングスペースがあるということです。こちらのホテルではコインランドリーもついております。この館内着で、うろうろできるので、持ってる服を全部ね、コインランドリーこの洗濯機にぶち込むことができます。大変便利だと思いますね。なんかビジネスホテルとかですと、この浴衣を着てあの部屋以外をうろついてはいけないとか、まあ、そういうね、約款があるじゃないですか。でもこちらのホテルではそのようなことはないので、持ってる服を全部一気にね洗えるっていうのは大変便利だと思います。あれ、これ無料でできるの？乾燥機だけ、20分で100円、まあ、ちょっと割高なのかな、だいたい3、あ、いや安いね、普通10分100円ですもんね。まあこんな様子で風呂から上がって少し経ったら、まあ、終わってました。まあ、30分なんでね、まあ、そんな時間かかるので、よし、まあ、脱水もほとんどされてるから20分ではいいと思うけどな。まあ標準でいいのかな。デリケート、デリケートっちゃデリケートだな。まあ、こんなもんでまた20分待ちます。もうちょっと夜が明けてしまいまして、寝てしまいました。しかも半乾きでした。あんまよろしくないですね。半乾き使いたかった人もいるだろうに、すいませんってことで動画終わります。